2024年5月10日にはあのぜ絶対聖域フィーチャリングイクパリラのザファーストテイクパフォーマンスが公開されたが、5月22日水曜日22時にザファーストテイク第437回としてイクタリラフィーチャリングあの青春の丘がプレミア公開される。イクタリラフィーチャリングあの青春の丘は5月24日金曜日に公開となる映画デッドデッドデーモンズデストラクション交渉主題歌として制作された楽曲だ。今回のザファーストテイクバージョンはこのための楽曲アレンジに映画でダブル主演として声を務めている2人ならではの展開も織り交ぜたパフォーマンスとなっているとか。お楽しみに。